皆様、本日はですね、こちら鶏もも肉なんですけども、こちらを味噌、特製のね味噌だれに漬け込んで鶏もも肉の味噌焼き作っていきたいと思います。はい、で今回ねご飯のおかずにぴったりだと思うので、ぜひぜひ作ってみてください。まずこちら鶏肉なんですけれども、ちょっとね分厚いところに少しだけ切れ込みを入れてあげて、味がね染み込みやすくなるように、でこんな感じでちょっとねいい感じにつけ、切れ込みを入れたらフォークでもうめっちゃ刺します。短い短時間で味をねします、染み込ませたいので、これくらいかな。切れ込みを入れてフォークに穴を入れたら、もう鶏肉の、ね、下処理はこれだけです。じゃあ味噌だれ作っていきたいと思います。まずこちら普通のお味噌大さじ3杯、味噌大さじ3杯入れたら、こちらにみりん大さじ2杯、お酒も大さじ2杯で、ここにお砂糖、お砂糖も大さじ2杯、醤油こちらは大さじ1杯と半分ぐらいかな、豆板醤を小さじ2分の1ほどと、ごま油小さじ1杯、ここにニンニクのチューブを小さじ1杯の半分ぐらい、これくらいと、同量の生姜、こちらもチューブでいいです、もう小さじ2分の1ほど、はい、はい、でこちらの合わせたタレをよく混ぜ込んでおきます。そしたら先ほどの鶏肉をこちらのタレに合わせておきます。はい、そしたらこちらジップロックとかに鶏肉と先ほどの合わせだれをつけ入れ込みます。ではこんな感じでジップロックに入れて空気を抜いて漬け込んだら、でまあこれを30分から1時間ほど漬け込んでおきたいと思います。ではこちら1時間ほど漬け込みました。そしたら耐熱の容器に入れて、最初まず電子レンジで、ね、軽く火を通そうかなと思っております。まあ、少しでも、ね、火の前に立つ時間を短くしたいのと、味噌とか砂糖が結構入ってるんで、フライパンでねずっと加熱してると結構ね焦げやすいと思うんで、火の調整も難しいし、ね、何よりね暑い時にあんまりフライパンの前に立ちたくないじゃないですか。なんで最初はまずレンジで、でこのタレごともう加熱しちゃってください。感じで広げたらふんわりとねラップをして、この状態で、まあ、500ワット出力で6分から7分ほど加熱したいと思います。でレンジで1回加熱するとこんな感じになるんですけど、まだ全然ね完全に火は通ってないんで、これをまた ひっくり返して、でこれでもう4分ほど追加で加熱してあげてください。で最後はねちょっとフライパンを使ってちょっと周りカリカリに仕上げたいと思うんで、完全に火を通しきることはないんですけれども、もうちょっとね中までしっかり火は通しておきたいと思います。ではねこんな感じでいい感じに火が通ったら、最後ね表面に焦げ目をつけたいのでフライパンで仕上げをしたいと思います。はい、では熱したフライパンに軽くサラダ油をひいたら、皮面の方から焼いていきたいと思います。いい感じに焦げ目がついたら、最後ねタレを加えていこうかなと思っております。あんまりね焦げ目とか気にしないよって方は、電子レンジでしっかり加熱すればそれだけで十分食べれると思うので、もう本当に熱いのが嫌だなって方は、最後の焼く過程をなくしても大丈夫です。したらまあ焼いた方が絶対美味しいみたいな、とてもですね最後ちょっとあの味噌の焦げた感じの香りとかもしてくるんで、でちょっとね結構油跳ねるんで、余計な油だけちょっと取ってあげておいてください。
よし、じゃあいい感じになったらひっくり返してみます。いい焦げ目で、まあ火は通ってると思うので、そしたら皮面しっかり焼いたら最後タレを加えて煮詰めていきます。でちょっとね水分飛ばしたいので一旦鶏肉取り出しておきます。鶏肉取り出しておきます。大事なことなんで2回言いましたね。で水分飛んだらね結構こんな感じでいい感じにとろみがついてくるので、焦げないようにだけね注意して、はい、水分飛んだら最後もう一度鶏肉戻して絡めてあげます。これで鶏肉味噌漬け鶏肉焼き完成です。名前は多分変わります。はい、じゃああとはお皿で盛り付けて実際食べていきたいと思います。では早速いただきたいと思います。いただきます。いただきます。どうぞ。すごい、もうこの焼き目が絶対うまい。匂いだけでも香りだけでもご飯食べられるぐらいいい香りがしてた。いただきます。柔らか、柔らかい、めっちゃうまい。こんちゃんでもカットしてる時に分かってたんだね、この柔らかさが。じゃあちょっと私もいただきます。待って、これ本当にもう歴代のあの鶏肉料理の中でもトップクラスなんだけど、少しあのピリッとしてるね。結構砂糖とかみりん入ってるんだけど、それだけで甘いだけかなと思って、少しだけコチュジャンが入ってるから。それか、うまっ。でもあと水分結構飛ばしてるからね、味噌もちょっと焦げついた感じでめっちゃうまいし、これ絶対マヨネーズが合うよ。これマジでこうちゃん天才だと思う。あのね、味付けがやばい本当に。正直あのこの鶏肉のエキスの入ったこのタレだけでご飯マジで一杯食べれます。めっちゃいけるだろうね。丼にしても相当うまいと思うこれ。うん、ご飯がやばい。上手すね、こうちゃんマジで。ちょっとだけマヨネーズつけて、もうやばいから。マヨが合わない料理はないんだけど、の中でも群を抜いちゃうよ。やばくない？これね、今回ご飯なんですけどパンに挟んでも絶対うまい。合うだろうね。うまこれ弁当に入ったらめっちゃテンション上がるかもしれない、うん、本当に。ご飯が進み方が尋常じゃない。そうだね、あの父ちゃんにご飯少なめに今日してって言ったんだけど、マジ足んないわこれ、おかわりだわ。でも今日は麦ご飯にしてるから。ありがとう、ありがとうでね、一応お漬物もね、セロリ、キュウリ、ミョウガをつけてました。さすが、うまっ。やばいな、近くにこういうの出してくれる定食屋が欲しいね。この味噌だれが少し絡んだ状態でレタス食べてもめっちゃうまい。うまいだろうね、ドレッシング代わりになるわ。うわぁ、浅漬けやべえ。今日のマジでちょっと贅沢だよねこれ、やばいよ本当に。うわ、セロリもうめえ。理想のご飯だよね。ちょっとご飯入れてきていい？ご飯入れてくる、こっちゃん。全然ちょっと我慢できないわこれ、さすがに。これマジでうまいわ。じゃあみんなにキュウリの咀嚼音届けてくれ。そうなんだ、うますぎ。ご飯なくなっちゃった。綺麗についちゃった。綺麗についちゃった。じゃあ食べます。はい、いただきます。これ1個の1個でもうこれもう1膳普通に食べられるぐらい味もしっかりしてるし、相当やばいですこれ。で今回もも肉だけど、これに関してはほんと味がしっかりしてるから胸とかでも絶対うまいです、間違いない。すんげえ柔らかいね、マジで柔らかい、ほんとにジューシーだし。ほんとね、みんなセロリも漬物にしてめっちゃうまいから。うまいよね、早いね。多分相当好きなんだと思って、鶏肉大好きだから。まあね、あっちゅうのがね最高。ということで、はい、本日はですね、鶏の味噌焼きですね、はい、こうちゃんに作っていただいたんですけども、
あのね、いつも通り僕あの皆さんに言ってると思うんですけど、こうちゃんのね、やっぱねこのね味噌、このタレの味付けがマジで食欲が進みます。で、ご飯が今日本当一杯だけで本当我慢したかったんですけど、我慢できないぐらいご飯にすごい合う。なので、お弁当にはもちろん合うとは思うんですけど、今回ご飯だったんですけど、パンにも絶対合うと思うし、マジでおすすめです。これめっちゃうまいです。で、今回あのご飯だって、あのお酒なってとしても絶対いいと思います。濃い味付けだからね、めっちゃうまいです。ハンバーガーとかの具材で最高だよね。絶対最高だと思う。ちょっと和な感じのハンバーガーとかでも絶対めっちゃうまいと思います。はい、はい、ということで、以上何かあります？いや、もう本当に美味しいんで、でめっちゃ簡単で、今回本当にね火を使う時間をすごい短くして、そうだね、してたね。で、多分その電子レンジでね加熱してるのおかげもあっての柔らかさなんかもしれない。そうだね、変に火を通り、何、火でこの炙りすぎないように、うん、あとはやっぱり多分こうちゃん言ってると思うんですけど、味噌とかね、やっぱ砂糖とか入ってるあの料理って焦げやすいんですよね、うん、そこら辺をねうまく皮目だけちゃんと焦げさせてる、そのいい感じにするにはやっぱ電子レンジ使って最初に中に火を通してあげるといいのかもしれないですね。はい、はい、っていう感じですね。今回はね、うん、もも肉だったんですけど、もちろんね胸肉とかでも絶対美味しいと思うんで、で胸肉のねあの柔らかいやつ、一応昔のやつに動画上がってるんですけど、うん、あれに作った後にタレで絡まして最後あの焼き目だけっていう感じでも多分絶対美味しいと思うんで、うん、はい、ぜひぜひ作ってみてください。一応ね それ概要欄に貼っとくんで、はい、よかったら見てみてください。ということで本日は以上になります、はい、ごちそうさまでした。マジで最高に美味しかったです。はい、じゃあぜひ作ってみてください、はい、それじゃあまたね、バイバイ、バイバイ。